鳥山石縁、根弱がと俗百鬼より、山星山星は中国河北省に伝わる妖怪、山木とも、日本の江戸時代の百科辞典、和漢三歳杖絵には中国の文献が引用した解説が載っている。それによると、暗黒圏に山星はおり、身長は一尺、または三から四尺、一本だけ生えている足は、かかとの向きが前後逆についており、 山で働く人々から塩を盗んだり、カニやカエルをよく食べたりする。夜に現れて人を犯すが、初の名を呼ぶと彼らは人を犯すことができなくなるという。また人の方が山生を犯すと、その人は病気になったり、家が火事にあったりするという。また、和漢三歳杖では、山生という字には、片足の山鬼という訓が付けられている。日本の鳥山石縁の妖怪画集。 根弱が土く百鬼では、カニを手に持ちながら山小屋を覗く姿で描かれている。解説文では、モロコシ暗黒国犬に、山木キアリと和漢三歳杖絵に見られる解説文を引用し、塩を盗む、カニを食べるなどの特徴を記している。昭和、平成以後の妖怪に関する文献では、上記の根弱が土く百鬼に、山生が描かれていることを受け、中国の妖怪ではなく、 日本の妖怪として山生を紹介しているものもある。死を欲しがって山小屋に現れる。山の動物を支配しているなどの特徴が解説されている。ありがとうございます。